能力値とは、ロールプレイングゲームなどのゲームで使用される用語の一つ。能力値とは、ゲーム内での扱いのために数値化された、キャラクターを構成する能力のことである。キャラクターの一つの能力値が、人間の平均値より高ければ、その能力は平均よりも優れているということになる。その逆に、人間の平均値より低ければ、その能力は平均よりも劣っているということになる。 能力値の項目として何を採用するのかは、それぞれのゲームによって異なっている。例えば、世界で最初のロールプレイングゲームであるダンジョンズドラゴンズでは、以下の能力値が採用されている。テーブルトーク RPG では、能力値は、行為判定の成功率に影響する基準値として使用される。下方判定では、一般的に能力値がそのまま基準値となり、 指定されたダイスを振って、基準値以下のデメであれば、行為判定は成功となる。情報判定では、指定されたダイスを振って、デメに能力値を足し、GM の指定した目標値以上の数値になれば、行為判定は成功となる。ありがとうございます。